平野翔、エルジャポン、表紙起用の裏で、海外志向。スノーマンラウールは、窮地。キング&プリンス、野本メンバー。平野翔、26、がファッション誌、エルジャポン、ハースト夫人が放射、11月号の特別版で表紙を飾る。同誌はフランスのファッション誌の日本版。28日発売だがあまりの人気のため、すでに予約で完売となっているサイトもある。平野は5月22日にジャニーズ事務所を退所し、7月に滝沢秀明氏が立ち上げた、トベに合流。それから間もなくして、大きな仕事を獲得した形だ。一方、古巣のジャニーズ事務所は小ジャニー北川氏の性加害問題によって苦境に追い込まれている。特に人権意識が高い海外企業は敏感で、12日にはフランスの高級宝飾ブランド、カルティエが、イベントに登壇予定だった、キスマイフット2の玉森裕太の出演取りやめを発表。性加害問題の状況を鑑み、同社側が出演辞退を勧告したという。1月にランウェイモデルとしてパリコレデビューを果たし、今後も海外のファッションショーでの活躍が見込まれていた、スノーマンのラウールも、厳しい立場だ。